ヌンソンさん、ヌンソンさん、銀、タマラユ、ソムタム、じゃあな、マナオ、うん、いやマナオ金、うん金、僕もあれか金、うん、今週はタイム早いかあれか銀、あじゃあアロイな、アロイ、アロイ。まあ、何かを作ってくれてます。なんかマナオっていうオレンジのかなり酸っぱいやつ、青いやつを切って食べるのかな、そんな感じで、うん、この子はこの家の四女です。4人姉妹で4番目の一番下の女の子で、もう昔ほんと可愛くて、まあ、今も可愛いですけども、ちっちゃくて可愛くて、よく写真撮られるのが大好きで一緒によく遊んだんですけども、いつの間にかもう中学2年生です。こんな足なんか出しやがって、もう、これが次女の娘さんです。次女の長女です。もう次女も2人子供います。でこのリス族の家に、この今昨日泊まった家には5年ぐらいかな、5年ぐらい泊まってますね。うできたようです。サイガライ、サイナムタン、サイピック、サイピック、おー、からしだそうです。出た。ちょっと多分日本人の口には合わないですけども、まあ、食べられないことはないです。何もつけないのが一番いいんですけどね、からしをつけるのがお約束。もう一人の女の子はエノウっていう名前みたいですね。エノウ、こんなん強い、エノウ。この絵もいいですね、この青空の中。ちょっと写真撮りたいんで。あ、うん。マナオに唐辛子をかけたやつ。さあ、来ました。あ、韓国からですか。ありがとうございます。銀礼、銀礼。こちらタイのチェンライです。タイのチェンライの山岳民族のリス族の、うん、カープ。いただきます。あ、ちゃんと。スプーンを用意してくれました。いただきます。マナオに唐辛子をかけたやつ、多分唐辛子と砂糖が混ざってるんじゃないかと思いますけども、いただきます。ありがとう。ん、うん、あ、ちゃんと取りやすいように持ってくれてます。タイビデオ代米、うん、うん、おーすわい、おーすわい、うん、多分2人とも15歳。この恥ずかしがるとこはいいですよね、こうやってね。うん、コミプン、僕はスワイ、うん、スワイチンチン。タイに1回だけ行ったことありましたが、うん、そうですね、辛いのは辛いけど、別に辛くないのはたくさんあるんで問題ないと思いますね。辛い、これ結構辛いですね。唐辛子とサイピック、まだサイグア、ママ、ママ、ああ、あのインスタントラーメンのスープの粉も混ぜてるらしいです。なんか妙な味がするなと思ったら、ラーメン。マイサーやらいかマイアロイロ、マイサーやらいかアロイじゃない、うん、うん、
タイ語って難しく見えるんですか？よくいや、僕片言ですよ。ほんの片言で分かってもらえないことも多いんで、かなり苦労してますけども、もう子供たちは学校通ってるんで、タイ語のタイの学校なんで、普通にタイ語ベラベラ喋れますね。全く反日はないと思いますね。といっても別にやっぱりその一人一人の日本人の行動がやっぱり一番大事で、変なことしたら日本人はって思われるだろうし、なので普通にしてる分には全然、僕中国行っても別に反日とか感じなかったんで全く問題ないですね。だから日本語喋ってるとすごいウケますけれども、ああいうタグライレオソンコンイースピー、おーこんにちはおーああいうイースピー、おーこんにちはこんにちはシッペーああいうシッペーおーハタチハシッピーおーこの子は50歳だそうです、自称で、この子は20歳だそうです。あゆいしっぴー、ちんろあゆしっしー、しっぱー。めちゃやろ、うん。ポーソンか、うん、しっしー、しっぱー。あ、ポーソンやな、モーソンか。おっと、この女の子は化粧して、てん、大きい。パイナイ？すごい、すごい、パイナイ。あれ？てん、ん？まだパイない？はい。おー、ロープチャイ？めちゃい。めちゃい？なんかすごい化粧してますね。どこにも行かないって言ってましたけど、どうなんだろう。マニーマイパイティーないろ？え、パイハーあらい？うん、あらいな？パイハーあらい？パイハーパーク。パイハーパーク。あ、ふーちゃんさん、はじめまして、ありがとうございます。パイない？パイ、え、あれ？パイハーパーク。うん、パイドアイの。うん、パイ。ということで、急遽、なんか、野菜を取りに行く、収穫ってことではないと思いますけども、カゴとか持ってないんで、ちょっとその辺に行くだけだと思うんで、一緒に行くことになりました。半ば強引に一緒についていってます。バッテリー持つかな。このアングルいいですね。かやぶき屋根と花と女の子。ここでもスマホをいじると、かなり大型のスマホですね。2000バーツぐらいはしそうな、安いメーカーでも。スートアサップにタウライタウライロシーパンクは、おお、4000バーツ以上。マイトンレーンうーレントラサボイボイマイディん？これ2枚パイ？どうしたの？女の子は泣いてますね。ちょっと多分円、あ、円ですか。ペンならいいですね。ペン洗い。ペン洗い。ペン洗い。こんにゆてぃない、ばんてぃない。てぃのん、るてぃのん。てぃのん。あ、おっぱい、はい。ぱい。ぱい。なんか知らないけど、道端に座り込んで泣いてました。で、この水、水を汲みにどっかに行くんだと思うんですけども。なんか知らんけど。この子も知り合いの子ですね。知り合いといえば知り合い。何があったんだろう。嫌になって、めんどくさくなって座り込んだのか。あんまりこの子は映さない方がいいですね。泣いてるとこ、泣いてるんで。笑ってるとこなら映したいけど。え、この家？知り合いの友達の家ですけど。あ、ここなんだ、住んでんの。いや、
ここの水道に水を汲みに来たのかな、なようです、うん、ここに水を汲みに来ました。ちょっと写真を1枚撮ります。配信してると写真全然撮れないんで、ちょっとそれが不便だな。ということで持てんのかな、こんな重いやつを。ここまで入れて、これは重いな、肩にかけた方がいいと思うけどな。僕もただ見てるだけっていうのは心苦しいんで、ペットボトル2本ぐらい持ちたいけど片手になるからな。よいしょ、とりあえず2本、よいしょ、うん、2本ぐらいじゃ全然軽くならないかな。あ、おっぱい、はい、し、おっぱい、おっぱい、はい、し、レオレオレオ。ラフ族の方のエリアで端っこの方まで来ました。你不把那那那抓手？有听来？有一首。能听来？有听来？一番端っこ。みたいですね。うん、よいしょ、ジェフ、ジェフム。ああ、ここみたいですね。よいしょ。ママ、パイカンない。うん、パイカンない。うん、トンレ。うん。ない、お、こと。ケプティない、ケプティに、あお腹は暗くて映らないんで、映るかな、映ってますね。うん、さっきまで遊びに来てくれた女の子ですけども、うん、あ、それ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 あ、ユッティに、うん、あ、それ、お、お、まあ、ねえねえ、うん、パーティー、うん、お、お、うん、うん、ねえねえ、ねえねえ、ねえ、うん、パーティー、パーティー、ちょうだい、うん、うん、見えない？こんない？こんに、こんに、見るパー、こんに、入れよ、巻いちゃえろ。カワコン、パムキンだよ、ホブじゃーえ、こん見ない、うん、あーあーあー、ピノンガン、あ、あー、リーフ、うん、あ、あんない、うん、あんない、僕があげた写真ですね。ちょっとこのサムネイルいいんで一旦ここで終わらせちゃおうかな。うん、これを最後まで撮って、これでこのシーンで配信始めれば、これがサムネイルになるんで、そうしようかな。